皆さんこんにちは。このコーナーでは今週の介護にまつわるニュースピックアップしてご紹介していきたいと思います。気になるニュースご相談あれば LINE からご相談ください。今週のニュースはこちらです。1、ワクチン接種特養でほぼ完了。2、政党すべてが介護職の給与アップを公約。3、左高住の囲い込み立ち入り調査進まず。1つ目のニュースがこちらです。特養における2回のワクチン接種がほぼ完了したことが判明をしました。福祉医療機構が発表した調査によると、特養に入所する方のうち2回のワクチン接種が完了した人の割合が 99.8% になるということが分かりました。福祉医療機構が9月に全国525の社会福祉法人に調査を行ったところ、特別養護老人ホームにおける2回のワクチン接種が完了した人の割合は入所者が 99.8%、 介護職員では 97.1% となってとのことです。ほぼ完了していると言っても過言ではないでしょう。また同様の調査を6月に実施をしたところ、入所者は 25.8%、 介護職員は 97.1%、 それぞれ完了しているとのことでしたので、この3ヶ月かなりのスピードで接種をしたことになります。政府の方針では2回目の接種から8ヶ月を経過した人は3回目の接種の対象となります。医療従事者の方なら今年から、高齢者の方は年明けから接種が本格的に始まる見通しです。日本の人口に対してワクチン接種が完了した人の割合は10月18日時点で 67.8%、 訪問介護の方の場合はこのぐらいの数字になるのでしょうか。2つ目のニュースがこちらです。ケア協が調査したところ、前回の衆院選で10個以上の議席を取得した政党のすべてが今回の衆議院選挙において介護職の待遇アップをすることを表明していることが分かりました。衆議院選挙は10月31日に投開票が行われます。どの政党においても給与アップの具体的な数値は記載をされていませんが、理由は政党により異なります。自由民主党は仕事内容に比べて賃金の水準が低い、介護離職ゼロを実現するため。立憲民主党はベーシックサービスの質と量を充実させるため。公明党は介護離職ゼロを実現するため。日本共産党は特に理由の記載なし。日本維新の会は人材の定着と成長産業化。そして国民民主党は介護サービスの質を確保し、命や暮らしの基盤を立て直すためとしています。また現与党の自民党はこの介護職の賃上げも論点となる新しい資本主義実現会議の中間報告を年内にもまとめるとのことです。介護職員の暮らしは政治家の決定に大きく左右をされます。自分の意思を伝える選挙、ぜひ参加をしていきましょう。3つ目のニュースがこちらです。サービス付き高齢者向け住宅において過剰に介護サービスを使わせて利益を上げる囲い込みの実態調査を読売新聞が行いました。読売新聞の調査によると、対象となった都道府県などのうち4割が事業者による囲い込みを把握をしているとのことです。左高住においては全国で約27万人が暮らしていますが、安い家賃で人を集めた後、自社のデイサービスなどに通わせ、介護保険料で利益を上げる囲い込みが問題となっています。囲い込みの問題として、利用者の自立を妨げる過剰介護となり財政を圧迫するというものがあり、厚生労働省は自治体に指導の徹底を求めています。しかし読売新聞の同調査によると、調査対象となった129の自治体のうち111の自治体において立ち入りの調査が計画通りに実施できていない。2020年度は2019年度に比較をして、調査数自体が 63% も減少していたとのことです。理由としては新型コロナウイルスの対応、職員不足が挙げられています。介護職の人手不足問題の原因として、そもそも介護職が少ないことに加えて利用者が増加をしているということもあります。本来の趣旨とはかけ離れて利用者を増やしていく囲い込みは、介護保険の根本を揺るがすことにもなりますので注意が必要です。皆さんの周りではこの囲い込みが行われていますでしょうか。今日の動画もご覧いただきありがとうございました。いいね、動画へのコメント、チャンネル登録もお願いします。また介助術に特化したサブチャンネルも開始したので、ご登録お願いします。ご相談は LINE まで、概要欄からでも登録ができます。それではまた次回の動画で、さようなら。